皆さんは下山事件をご存知でしょうか。三鷹事件、松川事件と並んで戦後の鉄道三大ミステリーなんて呼ばれておりますが、その一番最初が今回紹介する下山事件になります。下山事件は1949年7月5日から7月6日にかけて発生した事件で、初代国鉄総裁の下山貞則氏が7月5日に出勤途中で行方不明になりまして、明けて7月6日深夜に歴弾死体となって発見された事件でございます。実に73年前の事件なんですが、未だに事件は解決しておらずですね、15年後の1964年に時効を迎えております。この事件の最大の謎は、自殺か他殺かはっきりと結論がついていない点にあります。そして自殺説を唱える人間と他殺説を唱える人間で、政治家を巻き込んだ大論争が戦後のこの時代に行われました。もちろん警察も自殺の線、他殺の線、どちらの角度からも捜査を行っていたのであります。この自殺説、他殺説の根拠は後ほど説明することにいたします。まずは下山総裁が行方不明になった当日と死体発見までの流れを説明します。そして今回私個人の最終的な結論も述べていけたらと思います。ただですね、下山事件を語るには相当な情報量が必要としまして、全て動画にまとめることはとても時間がかかりまして、様々な文献を見ますと法医学とか当時の日本の情勢とかが絡んでくるので、さすがに全てを動画にすることはできません。そのため今回は死体が発見された現場周辺を軸に考えていきます。警察でも現場百遍という言葉があるみたいなんですが、やっぱりですね、真実に一番近いことを知るには日本の情勢とか背後関係がどうとかではなく、事件現場が一番であるという判断に基づきました。そのためこの動画では事件現場周辺状況の憶測を含まない事実ベースの情報のみに基づいた解説を行ってまいります。ではよろしくお願いいたします。事件が発生したのは1949年7月5日。下山総裁というのは国鉄の初代総裁、下山貞則総裁のことです。国鉄というのは日本国有鉄道の略で、現在の JR の前身にあたります。そしてそれまでの日本の鉄道というのは鉄道省というところが管理しておりましたが、1949年6月1日にはですね、国の公共事業団体として国鉄が発足しました。それと同時に国鉄のトップである総裁に任命されたのが下山貞則総裁でありまして、下山事件というのはその約1ヶ月後の7月5日に発生しました。したがって初代総裁の下山氏はたった1ヶ月のみの総裁だったわけです。では事件が発生した朝の下山総裁の行動を地図上で説明します。下山総裁の家は大田区上池台というところにありまして、出勤はいつも大西運転手が車で家から国鉄本社まで送っておりました。午前9時前には国鉄本社に出勤し、毎朝秘書が玄関に出迎えておりました。1949年7月5日午前8時20分、下山総裁は大西運転手が運転する車に乗り込み家を出ます。それからしばらく後、下山総裁が乗った車が御成門付近に近づくとこうつぶやきます。佐藤さんのところへ寄るんだった。運転手、引き返しましょうか。下山総裁、いやよろしい。この時出た名前の佐藤さんというのは後に首相になる佐藤栄作氏のことだと言われております。車は国鉄本社に向けて進みますが、今度は東京駅ロータリー前付近で運転手にこう言います。買い物がしたい、三越へ寄ってくれ。今日は10時までに役所へ行けばよい。大西運転手は総裁のリクエストに従って車を走らせます。三越というのは現在でも同じ場所にある日本橋三越本店のことを指します。車が国鉄のガード下付近に近づくと今度はこう言います。白木屋でもいいからまっすぐ行け。白木屋とは現在のコレド日本橋が建っている場所にあったそうで、1999年まで存在していました。車は白木屋の交差点まで来ましたが、白木屋はまだ開店前でした。大西運転手はこう言います。まだ開店しておりませんね。下山総裁はうんと一言だけ発します。車は左折して日本橋を渡り、そして三越まで向かいます。三越前に到着しましたが、三越も扉が閉まっており、午前9時半開店の表示も出ておりました。大西運転手はこう言います。開店は9時半ですね。下山総裁、うん。運転手、役所へ戻りますか。総裁、うん。下山総裁の答えは短かったです。運転手は国鉄本社に向けて車を走らせましたが、常盤橋あたりで下山総裁が急にこう言います。神田駅へ回ってくれ。急に別の指示を出したわけです。車は国鉄に沿うように神田駅へ向かいました。そして車は神田駅の西口へ着いたところで運転手がこう言います。お降りになりますか。総裁、いやと下山氏は動かないままです。車はそのまま左折して三越方面に車を戻します。運転手としては今度こそ国鉄本社に行くのだろうと思いまして、運転手の頭の中で目的地は国鉄本社でした。この時点では下山総裁からの指示は特にありませんでした。
車がまた国鉄の横を沿うように走り、先ほどのガードを潜った時に下山総裁が口を開きます。三菱本店に行ってくれ。三菱というのは三菱銀行のことで、当時は千代田銀行と称していたそうです。当然現在の三菱 UFJ 銀行の前身であります。三菱銀行へ行くには国鉄本社の前へ通るんですが、そこを通過するときに下山総裁はこう言います。もう少し早く行け。この時の下山総裁は怒ったような強い口調だったと言います。東京駅を過ぎ三菱銀行に到着します。下山総裁はそこで車を降りまして銀行の中へ入っていきました。そして店内に入って20分ほどで出てきました。大西運転手はこの時下山総裁が中でどんな用をしていたのかは知りませんでした。車に乗り込んだ総裁はこう言います。これから行けばちょうどいいだろう。ちょうどいいというのは三越の開店時間のことです。この時点で時刻は午前9時25分、開店5分前ぐらいのことでした。大西運転手は車を三越本店に走らせましたが、この間は特に会話や指示みたいなものはなかったとのことです。そして三越本店南口に車を停車させました。果たして三越はすでに開店していたようですが、下山総裁はそこで 4,5 分何か考え事をしていました。そして間もなく車から降りましてこう言います。5分間ばかり待ってくれ。車から降りた総裁は三越の店内に消えていきました。大西運転手が生きている総裁を見たのがこれが最後です。この時刻が午前9時37分と言われています。車内には弁当と書類を入れた手提げのカバンが残されていました。一方国鉄では総裁が出勤してこないことに大騒ぎになっていました。やがて警察も出動する事態となって、夕方17時にはラジオのニュースが流れます。大西運転手は三越前でずっと総裁を待っていたそうで、その17時のラジオによって下山総裁行方不明の事実を知りました。朝から夕方まで待っていたわけなんですが、総裁に長時間待たされることはよくあったそうで、特に疑いはしなかったようです。ラジオを聞いた大西運転手は慌てて電話を探して国鉄に連絡を取ります。そして警察に散々尋問される羽目になったそうですが、結局大西運転手は事件とは無関係ということになり無罪放免となっています。総裁の自宅には警察官なども訪れて帰りを待っていました。明けて7月6日午前0時25分ごろ、舞台は東京駅周辺から足立区の五反野という場所に移ります。上野発松戸駅常磐線最終電車が東武線のガード下に差し掛かった時、運転士が線路上に歴史体のようなものが散らばっているのを発見しました。次の停車駅綾瀬駅に着きまして、ホームにいた乗客に報告します。綾瀬駅の駅員2人が現場まで行きますと、確かに運転士の言う通りに歴男子体がありました。やがて保線区の人間や派出所の巡査がやってくることになりましたが、この辺りから雨が降り始めます。所轄の西新井警察署の警察官が現場に駆けつけたのは午前3時20分。この時には土砂降りとなっていました。そして遺体の所有物からついに下山総裁と断定されたわけであります。下山総裁の遺体が発見された場所は常磐線と東武線が交差する位置、常磐線が下、東武線が上を走っている場所でございます。現在の航空写真で見ると今でこそ住宅が広がってはいるんですが、これを当時の航空写真に切り替えますと、ご覧のようにまだ田んぼが結構残っていて、少し田舎の雰囲気が残っている地域だったわけです。近くにある東京拘置所だけが当時からすでに幅を利かせていることがわかります。遺体発見現場は当時はこのような状況だったわけなんですが、下山総裁の遺体は列車に轢かれたことによってバラバラになっていました。線路内には肉片や衣類などが散乱して、約80メートルほどにわたって死体は散らばっていたようです。下山総裁の遺品には腕時計がありまして、時刻は0時19分30秒で止まっていました。そのことから死体を引いた列車は D51 機関車が牽引している貨物列車ということが分かりました。当時はまだまだ SL が主流だった時代です。そしてその列車が下山総裁を引き、次に来る常磐線最終電車の運転士が歴男死体を発見したという流れになります。なんで人身事故を起こしたのに列車を停止させないんだと思うかもしれませんが、 SL の運転台からは前方の視界があまり良くないこと、真夜中であったこと、またこの時前照灯が破損していたので蓄電池を使っていつもより暗かったことが挙げられまして、人間を引いたことに気づきませんでした。ちなみにこの時は現場付近で砂利が飛んだような音がしたという証言を機関士から受けています。一方ですね、その後に来た常磐線最終電車の運転士が歴男死体を発見した時は、なんでその時に電車停止させなかったのかということなんですが、当時の考え方としては、歴男死体があろうが隣の線路に人がいようが進行する電車の妨げにならなかったら問題ないという考えだったそうです。今ね、あの線路内に人が立っていたら間違いなくまた鉄オタがみたいにぶったたかれて、もちろん電車も緊急停止するわけなんですが、まあ今の常識は当時は通用しないということを一応述べておきます。下山総裁のバラバラになった死体を棺に入れまして、当日13時40分からは東大で桑島博士執刀のもと死体解剖が行われました。
結果としましては死因は不明、麻酔薬の有無は不明、飲酒は不明、死後の経過時間は不明であるが、だいたい7月5日の晩頃、血液型は A 型、死体の各部の歴断面に生活反応が認められないので死後歴断と認めるとのことです。この死後歴断という発表が後に自殺説と他殺説が大きく割れた原因となりました。この発表をまとめますと、つまり下山総裁の死因は不明ですが、何らかの原因で死亡し、その後列車に轢かれたということになります。死体が一人で歩くわけないので、誰かが死体を線路上に置いてバラバラにさせたと、そういう仮説が安易に立てられるわけですが、つまり自殺ではなく他殺になり得るというわけでございます。ただですね、一点注意したいのは、久我島博士は死後歴断ということを認めただけであって、他殺だとは断定していないことを加えておきます。次に八十島博士という監察医の話があります。八十島博士は歴断現場に事件当日の午前6時頃に到着して、医師としては一番早く死体を見た人物です。八十島博士によるとこうなります。現場で見た時に死斑が認められなかったということは、その場で死んだという一つの根拠になる。死んだものをある程度放っておいて運んだとすれば、すでに死斑が出ていると考えるのが常識。鉄道の死体は必ずしも生活反応が著しくない。これは先の桑島博士の結論と反対意見になります。総合して歴史と考えるのが妥当という感じで、八十島博士は結論を出しております。つまり死後歴断ではなく、列車に轢かれたことによって死亡した生体歴断だという結論を出しているんですね。まあそういう感じで、死後歴断と生体歴断は大きな論争を生むことになりまして、医学専門の方々でさえですね、こうやって意見が真っ二つに割れているのに、専門外の私がここで口を出すことは不可能と判断したので、この件は紹介までにしておきます。次に下山総裁が三越本店に入って消えた後の足取りを追ってみたいと思います。目撃者は警察の地道な捜査によってたくさん出てきました。このことは下山白書と呼ばれる非公式ではあるけれど、警察が発表した資料に詳しく書かれておりますので、そちらを参考にしています。下山総裁が車から降りて三越に入ったのは9時37分頃、その直後に三越1階の化粧品売り場で目撃されていました。年齢50歳前後、身長5尺6、7寸、現在でいうと168センチから171、2センチぐらい、白ワイシャツ、ネズミ色の背広上下、七三分け、チョコレート色の靴、手ぶら、これは当時の下山総裁が身につけていたものと一致しているので、目撃されたのは下山総裁と見て間違いなさそうです。ちなみに下山総裁は当時49歳です。10時少し前、三越1階の履物売り場で同様の人物が目撃されています。その際は靴をじっと見ていたといいます。続いては10時15分、地下鉄入り口の店内案内人がエレベーターから地下道へ降りていく下山総裁と人相が似た人物を目撃、その後ろから 2,3 人の会社員風の男が降りていったが、連れかどうかわからないと証言しています。続いては三越前の歩道でライター屋をしている男性が目撃、下山総裁らしきその人物は10時20分から30分頃に歩道上でポケットに手を入れてぼんやりと考え事をしている風だったといいます。その後その人物はライター屋にジップを渡してオイルを入れてもらったそうです。続いては渋谷発浅草行きの地下鉄内で下山総裁と思われる人物に足を踏まれたという目撃者が出ました。下山総裁らしき人物は座っている目撃者の足先を踏んだんですが、釣り革を捕まったままぼんやりしている様子だったようです。目撃者は上野駅で降りましたが、その人物はそのまま浅草方面へ乗っていったということです。次は浅草駅になります。地下鉄浅草駅西口の改札で靴磨きをしている男性が下山総裁らしき人物を目撃しています。そして今度は東武線に入ります。東武線五反野駅駅員の目撃談となります。先にも述べた通り、この五反野という場所こそ下山総裁の歴断死体が発見された場所になります。その駅員は13時43分に五反野に到着した電車の改札をやっていたところ、下山総裁と思われる人物にこの辺りに旅館はないかと尋ねられました。その人物はやはり人相や服装は下山総裁そのものでした。駅員はこう言います。末広旅館というのが近くにあります。そう言うと下山総裁らしき人物はお礼を言ってその方へ歩いていきました。次にその末広旅館での話です。14時頃、同じ人物が旅館に現れまして、旅館の主人が応対しています。下山総裁らしき人物は、18時頃まで休ませてくれませんかと言いました。主人は一番静かで涼しい部屋である2階の4畳半へ案内しました。そうすると総裁らしき人物はこう言います。涼しい部屋ですね。そう言って窓に腰をかけました。目の前の靴下を見ますと、昆布地の木綿のような靴下を履いていたようです。そして総裁らしき人物はさらにこう言います。お水を一杯ください。主人、お茶も持ってきましょうか。総裁らしき人物、いや、お茶はいただいたから結構です。主人、宿帳をつけてもらうことになってますが。総裁らしき人物、それだけは勘弁してください。こ
この旅館は連れ込み旅館みたいな役割があったようで、一人で来る客は珍しかったようです。主人がどなたか待ち合わせですかと聞くと、こんな老人に連れがあるもんですかと冗談話もしたそうでした。この下山総裁らしき人物は17時20分頃に旅館を出ます。そして主人にこう言います。おいくらですか。主人、200円いただきます。そう言うと黒革の2つ折りの財布を取り出して中から100円札で300円出したそうです。そしてその人物はお礼を言って旅館を後にしました。下山総裁らしき人物と言葉を交わした最後の人間はこの旅館の女主人でした。17時20分に旅館を出て、その後明けて0時19分30秒に下山総裁は近くの常磐線線路上でバラバラ死体となります。17時20分から0時19分の間にはこの付近で多数の下山総裁らしき人物の目撃談が出ています。警察はこの末広旅館の証言が出るまでは他殺の線を軸に捜査をしていたそうなんですが、この証言が出てからは一気に自殺の線に傾くことになります。三越で下山総裁が姿を消した後、これらの目撃情報が下山総裁本人だと仮定しますと、どの目撃情報も単独行動をとっておりまして、誰かに誘拐されたとか近くに犯人らしき人物がいたとか、そういった事実は出てないわけであります。なので下山総裁は自殺をするために三越店内に入って姿を消して、飛び込み自殺の場所と決めていた五反田までふらふらと移動して、暗くなるまで旅館に滞在。旅館を出た後も現場付近で数人の目撃談がありまして、どの目撃情報もふらふらと所在なく歩いていたとのことでした。もちろんその時も単独行動ということが分かっております。そしてその目撃情報は深夜0時19分直前まで続きました。果たして暗闇となった現場付近の中で常磐線下りの貨物列車がやってきまして、下山総裁はそこに飛び込む。遺書は結局見つかってないんですが、下山総裁は国鉄の9万人の首切りを命じられておりまして、大変な苦悩に陥っていたそうです。自殺の動機は十分だと考えられます。これが警察の出した一つの答えでした。確かに筋は通っていると思います。しかしながら事件から20日過ぎた頃、急展開を迎えます。東大検察庁鑑識が参加して常磐線線路上のルミノール検査、つまり血液検査を行ったんですね。その結果、死体が散らばっていた反対側、すなわち北千住方面の線路に52箇所の血液反応があったのだということです。図で説明しますとこういうことになります。まず死体の歴断点は赤い矢印の位置です。列車は青い矢印の方向にやってきて下山総裁にぶつかります。下山総裁の遺体はバラバラになりまして線路に散らばります。そうしますと赤い枠のところで血液や遺体が散らばることになります。現場の状況も確かにそうで、80メートルにわたって死体が散乱していました。しかしその反対側の青い枠の線路内でも血液反応があったとのことなんですね。血液型は下山総裁と同じ A 型も見つかったとのことです。そして線路横には無人のロープ小屋があったんですが、なんとこのロープ小屋からも下山総裁と同じ血液型の血が発見されたとのことです。仮にこれらの血が下山総裁の血であったなら、少なくともバラバラ死体になる前に下山総裁は血が滴り落ちるような傷をどこか負っていたということになります。すなわちそれは誰かに危害を加えられた可能性がある、つまり他殺の線がまた出てきたということになるんですね。はい、というわけでですね、今回は時間の関係でここまでとなりますが、次回は現場周辺の目撃談を中心に進めていきたいと思います。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。